皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間です。本日の講師は楽天証券 FX 事業部の荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では早速本日のマーケットを見てみたいと思います。ドル円は円安が進んでいます。現在の東京マーケット、ドル円は150円のちょうど前後で取引しています。本日の高値は現在のところ150円の28銭。 安値は149円の87銭ということですので、まあ、ちょっと下がってもやはり、買いが強く、えー、一段の円安を狙うというような展開になっています。ユーロドルは1.0835、昨日 ECB が利下げを発表して、ユーロドルは売られて1.08台前半まで下げています。ユーロ円は162円の52銭、豪ドル円は100円台に乗せています、100円の55銭。 このようなレベルで現在東京マーケットで取引が行われています。では、円安が進んでいるドル円。いつものようにチャートを見ながらドル円のポジショニング、位置関係を把握して、来週どのようになるかということを考えてみたいと思います。これはドル円のチャート。9月の中旬から昨日までのドル円の動きです。 こういうふうに見るとですね、ドル円9月の16日に139円の58銭の円高水準だったんですが、それから1ヶ月間でだいぶ円安が進んで、昨日の段階で150円を超えて150円の32銭。約1ヶ月間で10円、11円近くドル高円安が進んでいます。 まあこのチャートを見て、まあポイントとするとですね、一つには、ここのところにですね、移動平均がえ水色のラインなんですけれども走っていると。ということで、ここですね、まず9月の下旬の段階で、このドル円が移動平均の水準を上に抜けてきたと。ということでですね、この時点からですね、もうすでに円安トレンドのサインは、 出始めていたと、まあ、この時点では確認ができなかったんですけれども、1回下がって、ただその後ですね、すぐリバウンドして、この移動平均の水準を超えてから、どん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 上がって150円台まで来ているということですね。だからまず1つのポイントとすると、このドル円、移動平均の上を超えているよということですね。この9月のの月月下旬旬かから10月の上旬にかけて 何が起きたかというと、一つは雇用統計、アメリカの雇用統計ですね。これが予想以上に強かったということがあります。FRB は9月に利下げしたんですが、その利下げの理由として、アメリカの雇用市場が減速していると。だから利下げしたんだよというふうに言ってたんですが、実際その次に発表された雇用統計は強かったと。なので、もう利下げをこれ以上する必要がないというようなマーケットが、 見方ががが出てきたた。ことがドル買いにつながりましたもう一つはですね、石破内閣、日本では石破内閣になったんですけれども、石破首相が日銀の利上げを牽制するような発言をしたと、政治的プレッシャーをかけたということで、これで日銀が利上げをしにくくなったということで、それが円安につながったと。 この二つの条件が重なって今年前半のような動きになったということですね。で、もう一つのポイントは、じゃあ何を見るかというと、一つのポイントはいつものようにですね、この安値139円の58銭と150円の32銭の真ん中が今144円の95銭、約145円ですね。ですので、これから1ヶ月、ですから10月の下旬、 アメリカの大統領選挙前までの一つのチャートポイントの目安とすると145円よりも上であればドル円のブル円安トレンドが続いている逆に下がっていたここの水準を切った場合にはブルトレンドはおしまいまた円高の方に少し戻ってくるというような判断材料になってきます。この140円の円 一つポイントになってきます。ただ、今のレベルからするとですね、この144円の9号というのは少し遠いので、えー、ちょっと補助レベルを出したいと思います。これが、えー、この144円の95銭と150円の32銭の50%、安値からすると75%ということで、これが147円の64銭。これがえ来週のですね、一つの ブルとペアの判断基準ここがピボットになってくるというふうに見ますですから今は、えー、この水準よりも上ですので円安がまあ強いということになりますが来週調整あるいはですね、えー、一旦 買いが終了ということで、まあ、当局からの検査発言などが出ればですね、えー、出て147円を切れてくるようであれば少し調整145円の方に戻るんじゃないかなというような位置関係になってきますですからこの147円の64銭これはちょっと頭に留めておいていいと思いますで、この147円の64銭というのはですねちょっと今離れているんですけれどもこの状態でいけばちょうどこの水準と 先ほど言いました、この移動平均のレベルというのが大体同じ水準なんですね。で、最初に言ったように、この移動平均を上回るとですね、ブルートレンドになっている、あるいはペアトレンドが強まったということがありますから、この147円の65銭と同時にこの移動平均がですね、下抜けた場合には、少し調整のドル売り円高があるということで。 まあそういう意味でも、ここを重なっているので、この147円の65、64、65前後というのは、来週のポイントの一つになってくると思います。というところがチャートです。で、このチャートを見た上で、今、楽天証券 FX の個人投資家のポジションはどうなっているのかということを少しチェックしてみたいと思います。現在、今日段階でドル円の 売買比率はですね、縦玉、オープンのポジションは、えー、売りが57、買いが43%ということで、全体としてはドル円、えー、ドル売り、えー、ドルショートの方がやや上回っています。で、注文は、えー、買い注文の方が多いという状況です。で、これをですね、詳しく価格帯別に見てみたいと思います。こっち側は縦玉、オープンポジションですね。で、買いが赤印。 売りが青印ということになります。これは150円の30のレベルですね。こうすると赤だとですねちょっと目立っているように見えるんですけども、先ほど見たように、ですねこの売りと買い、足引きをすると、全体的にはですねこの売りの方がやや上回っているんですね。この150円の10も若干ですが、 このレベルでは、売りの、ドル売りの方がポジションは大きい。150円はさらに大きいですね。というような状況になっています。まあ、これを推測するにはですね、ドル円上がってくる段階で、個人投資家の方々はですね、まあ、この辺のところが天井だろうということで、売り上がってきたということですね。で、全体としては150円の水準になってきた場合には、 まあ、売り買いがあるんですけども全体としては個人投資家売ってる人の刀のポジションの方が大きいという状況になっているということですね。でそういう中でこちらの方のオーダー状況を見てみたいと思います。オーダー状況とすると、まあ、現在の水準は、えー、別としてですねここで、まあ、買ってる方々 下の方でですね、買ってる方々、売りオーダー、どこの水準でドル円、えー、売り出しているかというと、一番高いところは150円の50レベルなんですね。ですので、まあ、150円の50が短期的な天井、この水準が寝ごろ感ということで、えー、ここの前後で売りのオーダーが集まっている、売りのポジションが増えているということなので、まあ、 需給的に言うとです、この150円の5万、まあ、霧がいいところもありますので、えー、少しこの辺のところで、頭、今夜上昇したとしても、コツンと抑えられるんではないかという感じがします。買いの方はですね、150円以下は、特に大きな、えー、目立った水準はないんですけれども、まあ、コンスタントにあるというような状況ですね。まあ、そういうよういよなところを、えー、見て まとめますと個人投資家の方々はどちらかというと今そんなに大きくは傾いていないんですけれども円安に来ているということで少し全体としては売りポジションの方が多いと。でオーダーについてはどこでドル売りのオーダーこれはまあ新規もあるんでしょうしストップロスもあると思うんですけれどもその一つの目安としては150円の50このところにですねオーダーが 集中しているということが分かります。まあ、これをポジションを少し頭に入れた上で先ほどの、えー、チャートのことを考えて来週の戦略を立ててみると良いと思います。ということで、えー、今週は以上です。この動画が気に入りましたらいいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回よろしくお願いします。さようなら。